あれどうですかあのイランなんかだと、もう出産するとね,、えー、とね、もうその翌日とかには出ていかなきゃいけない、入院させてもらえないっていう、日本だとね、最低5日間ぐらいはいると思いますけど。はい、アメリカは2日だったかな、でもそれも、<laughs> カリフォルニアは州法で、あの <laughs> 低王石灰以外の人は2日間泊まらせないといけないみたいなのがあって、<ー>で低王石灰の人はもうちょっと長いんですやっぱりき切ってるのでお中を。うんうん でっていうことは、あの、翌日出ろって人たちも多分うんあ、それまでは翌日出なきゃいけなかった病院とかもあったんだろうとか、あと、州によっては、でもそういうのも決まりがないとこもあるんじゃないかなと。ごめんなさい、こちょっと、州によってかなり違うと思うので、でね、ありましたね。でもなんか結構びっくりしたのが、私のお友達で二人目を産んだ、彼女はパキスタン系の方だったんですね。アメリカに長く住んでる方で。二人目産んだ後、なんかその日、赤ちゃんを預け、 病院に預けて家に一旦帰ったとか言ってて、<ー>えって思って<ー>え、なんかやることないからとか、<laughs> 強いみたいな, <laughs> な。なんだ、体力の差とかもあったりするのかなとか思ったんですけど、私はもうなんか疲れちゃって、あの病院にずっといたいみたいな感じだったんですけど。アンさんの時はいかがですか私は日本で出産したんで、あの、別なんですけど、韓国は、韓国も3日ぐらいで帰されるんですけど、うん、韓国はその3日病院にいた後、 聞いたことある方いるんじゃないかと思うんですけど、産後調理員っていう、初めていてはい、日本のタレントさんなんかもわざわざ韓国に行って利用したという、う3週間から1ヶ月ぐらい、新生児と一緒にお母さんたちが、あの、寝泊まりできるところ、施設があって、そこで3食全部用意してくれるし、あと母乳のあげ方とか子供の育て方とかいろいろ指導もあり、 あと赤ちゃんも預かってくれるしいろいろとあのマッサージ母乳マッサージからあと体のマッサージからいろいろしてくれるという妊婦さん妊,妊婦じゃないねもう生まれたから、うん、経産婦さんの天国のような施設がありまして、うん、で金額もいろいろなんですけど で友達は1人目の時はそこでいろいろ母乳の指導を受けたりとかせっせといろいろ教えてもらったんだけど2人目の時はもう全部知ってるから看護師さんに全部預けて3週間ゆっくり体を休めてそれでも時間結構余ったから本1冊執筆したって新聞記者の友達だったんですけどるくらい余裕があった。ね、そうななんですなのですの 日本だとタレントの小雪さんとかがあの利用したっていうので結構有名な産後調理員日本にも都内で似たような施設があってで1日1万円ぐらいなのかな割と高いだけれどもうん、うん、産後の,あのケア産後ケア院とかだったかな。う そういうい名前の施設があるんですけれども本当に金額によってすっごいパラダイスみたいなところと、まあ、あの大部屋で結構大変なところといろいろあるんだけど大体みんなそこを利用していますうん利用しない人はよっぽど親が手伝ってくれるかもしくはもう3人目だからもういいやとか、うん、そんな感じかな大体みんな利用してなんかアメリカの人とかどうですか女性でも出産して結構すぐに復職しないですか っててますね,ねどれぐらいい、えーね、月とかで知ってる人いますあ,<ー>あのアメリカで妊婦がみんな読むと言われてる本があるんですけどなんかそういうなんて言ったらいいのかなうそういう妊婦の人が気をつけるなんかいろいろノウハウを書いた本があって、うん、なんかこれを読めって言われたのがでそれ読んでるとやっぱり3か月目とか4か月目あたりで復職をするので。 なんかベビーシッターの選び方みたいなのが書いてあって、え、じゃあみんなこの時期に復職するんだなってのは感じました。実際周りでも、そうですね、働い、もと,もと働いていたアメリカ人の女性とかは3、4ヶ月ぐらいで、もうあ、なんか来月復職するんだよねって、今、シッターさんの面接をしてるとか、うん、なんかそういう話を。 聞きました。なんかイランも大体そんなもんかなっていう感じで、で、フランスはもう十10年前とかなんでいたのが、今変わってるかもしれないですけど、当時は本当極端な人だと全然もう数週間とかで復職してた。1>, 1ヶ月とか全然ザラっていう感じですね。うん。そんなに働かなきゃいけないのかなって思いますけど。<laughs> ね、うん。だからその代わりというか、逆にそのベビーシッター。 あの、ヌーヌヌさんとか言ってましたけど、はめちゃくちゃ発達してて、うん、ただそのベビーシットをやってるのが大体移民系の人が多いんですよね。だから結局そのね、フランス人のお母さんが働くために、移民のお母さんというかね、まあ大体女性が多いんで、うん、がその子供の面倒を見てるみたいな、ちょっと僕から見るとややいびつな感じもありましたけどね。うん。うん、朝日新聞、ポッドキャスト。 最後まで聞いていただきましてありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。朝日新聞の神田大樹でした。